今日はね、一人10話で登場したあの八剣のさ、あのジョニーさんがいるじゃん。ジョニーさんがね、なんかちょっと会わせたいやつがいるって言って、あのさ、10話の時もさ、そうだったけどさ、なんかめちゃめちゃさ、教えてくれないの。一応回してカメラ回しとこうと思うんだけどさ、話があるっつって。でもね、そういう時は大体いい話だから、俺の予想。いい話、絶対悪い話だったね。そんななんか意味深な感じじゃないと思うから、そう、ちょっと今日はね、楽しみに何があるか分かんないけど、で、なんだろう、いや、分かんねえな。何の想像もできない。そう、ちょっとあ、ちょっと、なんかジャンケンしてんな。ということで、行ってきたいと思います。行くぞ。着きました。いや、雨や、俺傘忘れちゃったよ。なんだろうな、なんか秘密よな。まんまと俺いつも引っかかるからさ。着いた着いた。お疲れ様です。撮ってていいですか？撮っていいですか？第27番新メンバーコペ。こんな感じかな。よし。お疲れ。どう？最近進んでる？なんかほら、10話で協力してもらったから、ラジオとかも俺らちょっとやってて、それにスタッフさんとか、俺逆に協力してもらってなかったら今どうなってんだろうね。いや暇だからね。ええ、暇人だった。運がすごい良くて、仲間も、あの時はほら、0人って言ってたけど、まあね、今、2人入ってて、3人で今早くも本当に良かった。まあ、それでね、今日ね、来てもらったのは、はい、まあ、数からいろいろこうグループのイメージとか、で、いろいろ聞いてて、で、まあキャラクター性の強いね、人を望んでるわけじゃん。千葉悪役党っていうのやってて、で、その中でブラックライデン丸をやってる、村上康平くんっていうのが、村上君、それ数知らないと思う、もう悪役党のオーディションできたのかな。あれも昔一回なんか居酒屋でご飯食べた時、なんか見たことあるかもしれない。ああ、その時に悪役といたから、はい、その中の一人でいたね、いたね、確か。ほぼほぼ覚えてないけど、まあ、何が言いたいかっていうと、彼自身まあ結構美形で、その数からいろいろこう話を聞いてて、このグループに、数のグループに合うんじゃないかなってふっと思ったわけで、もちろん今悪役と一生懸命やってるし、ただ彼自身の日頃の言動とか聞いて、あとは行動を見てると、で、カズのこれからの目標とか、そのものを聞いてると、いや、これ一緒にやったら俺合うんじゃないかなって思って。え？あとでね、ちょっと今日実は呼んでるのよ。なので、とりあえず会ってもらいたい。で、会って、はい、いや、もちろん、カズ自身が、いや、この人は無理ですよと思うかもしれないし、その浩平自身も、いやいや、僕は格闘でやってくんで、余計なお世話ですよとなるかもしれないし、だ、両方相思相愛にならなければ無理なんね、もともとも。で、もし、はい、会って、あ、こいつだったら俺のグループに入れていいなっていうことになるんであれば、その悪役党のメンバーに話をして、いや、ちょっと申し訳ないっていうことで話をしてね、で、あとまあファンの皆さんにも応援していただいて申し訳ないんだけど、こっちのグループに移籍しますっていうことを言おうかなと。今回もし移籍するとなったら、俺が声かけて引っこ抜く形になるから、で、それはやっぱりその悪役さんのメンバーにとっても、え、なんでだよってなると思うし、お客さんにとってもやっぱ1年間、まあ、まだ1年だから、そんなにたくさんのファンが別についてるわけじゃないけど、やっぱり熱狂的に応援してくれてるファンの皆さんがいるから、それはないんじゃないですかってやっぱなるじゃない。でも、それをあえてその批判を受けてでも、
康平は一度紹介をして会ってもらいたい、うん、その悪役党にも必要だけど、その数のグループにはもっと必要なんじゃないかなって、これは俺のプロデューサー的なその感覚で、うんうん、考えて、うん、まあ、とりあえずでもちょっと会って話をして、それでお互い気になきゃもうそれで終わりだから、まあ、確かにこれが YouTube で流れることもないし、まあ、ただ事務所も絡むことだから、はい、うん、ちゃんと事務所がダメっていうかもしれないし、だ結構ハードルが高いと思う。人生かけて俺もやってるし、そう見えないけどそう見えないけど人生かけてアホなことやってるぐらいでしょ。人生かけてやるぞってやってるから、わかんない。本人には、うん、とりあえずまあカズのことはとりあえずこんな感じでやってるよって話をして、うん、だからまあ検索ぐらいしてると思う。検索してなかったらどうしよう全然検索してなかったら興味がないってこと。そうね、その応援してくれてるその浩平くんのファンとかもみんな最初はね、ちょっと悲しんだりも、俺もアイドル辞めた時みんな悲しい思いさせちゃったから、そういう思いさせちゃうかもしれないけど、それでも応援してくれる人たちを大切にしていきたい、うん、あとで何分どんぐらいですか。あと、うん、ちょっとあと、まああと3、40分で来ると思う。ああ、OK です、OK、うん、ちょっとだ、ちょっと待ちで、待っててみんな緊張するわだーれ、ん来るのかなはい、はい、失礼しますはい、OK え、初めまして、ブラックライデン丸こと、村上浩平くんことコペ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 っていうの？はい、コペって呼ばれてます。はい。ちょっとかっこいいな。覚えてる？居酒屋で。全然覚えてない。千葉客とビジュアル担当こと、うん、はい。コペ。ラクレマルとしてやってます。うん、ちょっと、はい、かっこいいわ。いい。え？もう塗ってますか？いっぱいメイクを。めっちゃごまかしてますからもう。なんなかったら年なんで。ボロボロなの。ボロボロですよ。ボロボロじゃない。ちょ、話聞いた、なんかちょっとだけ。全然な、今日あのなんかよく分かってないの。なんかとりあえず合わせたいからみたいな感じで何も聞いてなくて。おおい。もうみんなは知ってるんだけど、YouTube とかとイベントをコラボしたようなものをすごい、はい、見てます。見てます。それ見た。見てます。ね、はい。教えたからね。よかったね、見てるね。よかった。全く何も見てない。興味がないってことで。危ねえ、やられました。よかったわ、見ててくれたわ。自分がどうしてもやりたかったことを、もう半年以上悩んでたことを、もう、はい、突っ走ってやって、一人で最初やってたんだけど、ね、ジョニーさんに協力してもらったりとか、はい、あとメンバーが入ってきたりとか、そう、出会いを大切にして、本当にワンピースみたいになってきたなって。第一印象とかすごい大切にしてるから、うん、なんかめっちゃ欲しいと思った。なんかピンクとか似合いそう。ピンクですか。うん、ピンクですか。わかんない。なんかまあマスクもね。そう、ピンクだし。あ、ピンクよ。だから俺ピンクマスク見てピンクって言ったのか。そうかも。で、入ってから日本語がちょっと不自由だな。みんな、もうメンバー決まったよ。いや、ま、本人いいとも何でも言ってない。何でも言ってない。YouTube 見たんですけど。見たの？見てるんですよ。見てるんですけど、うん、なんかエンターテイナーになりたいっていうことしかなんか分からなくて。マジ？何を、どうなっていくのかっていうのちょっと分からない。でもね、エンターテイナーだけ覚えてくれればいいの。ざっくりだ。 YouTube をメインにやって、でもイベントもやるの。イベントもそう、あのダンス踊って歌って、ダンスもあと、うん、そういうステ舞台の場所を借りて演技 したりとか、はい、もうエンターテイナーにやるようなことは全部やりたくて、うん、だからエンターテイナーので、 YouTube では、はい、こうゲームしたりとかメンバー集めたりとか、はい、もうリアルワンピースみたいにもうストーリーが進めていって、はい、それをお客さんに楽しんでもらいながらリアルにイベントをかける。ダブル。今分かりました。なんか分かるの？イメージが。タコソだからね。なんか本当に運がいいの俺。
から今日のもう本当にね、ジョニーさんが多分ファンもいるし、いろんなものがあるからこうすごい悩んでくれたんだと思うけど、でも俺は今見て一発目の感想がメンバーだと思った。断られるし、逆にね。でもそうですね、僕もその直感で、うん、ダンスとかエンターテインメントって聞いて、うん、実はちょっとジョニーさんにも最近ちょっとアッピアクトのことで、あ、それまだちょっとなんか、はい、なんだろう、不満がない、不満がない、ダメね、なんだろう、いい言い方すると、うんうん、欲が出てきたっていうか、ああ悪い方すると、え、実はあの先月出した新曲が、うん、僕があのソロパートでやらせていただくことになって、うん、センターで初めて歌うことになって、うん、でアピアクトって普段ダンスがなくて、うん、であのなんですけど今回の新曲はダンスバリバリ踊って、うん、あのこれだけは決めようって、うん、あのやったんですけど、うん、その辺がめちゃ好評で、お客さんの衣装とかも自分たちで考え、今回考えてやらせてもらって、すごいなんかもっとダンスとかこれからどんどんやりたいなとか、なんかそういう欲が出てきて、ちょっと、うん、そうなんですよね、だからちょっとこのままどうなっていくんだろうっていうのはちょっと考えてて、っていう時だったので、ちょっと興味はあります。興味はあります。ちょっと考えてた時だ。ちょうど、1年経って、これから先、まあ、まあ、どうしようみたいなことをちょっと考えてた。そうです。もしかしたら、また、なんか違う環境でとか、もっと目指すところが違うのかなと思った。もしかしたらっていう。もっと上に行きたいとか、そう。武道館に行きたいとか、え、メジャーになりたいなっていうのはなんかすごい 思います。俺ね、世界に行きたい、やってること全部プラスにしたいなって思ったんで、ちょっと今中役とのメンバーとちょっと考え方が違うのかもしれない。まあ、だから、うん、数その方が考え方が合うし、その方向性も合うのかなっていう、まあそれは2人見た上で、お客さんに本当に申し訳ない、お客さんに悩みを見せられないから、見せられなかったし、だからまあどっちにしろ、まあ1回だからさ、よく考えて、まあ事務所にも相談しないといけないし、いや決めるのはもう、そう僕らだから、コペだからさ、それはまあ、ここで安易に返事するのはいいけど、まあ一回これからの人生がかかってることだし、はい、まあよく考えた方がいいと思う。それからどんどん YouTube とか配信する人が増えてくると思うんで、そういうのも興味があったんで、なので YouTube やるんですね。でもこっからハードルが高いんだもんな。まあ、まずは、やっぱりの、まあ、医師その次はやっぱ事務所に入ってね、事務所と話しないとダメっていうことしない、どうなるか分かんないし、ね、じゃあ、じゃあちょっと考えて。